はい、それでは本日こちら続けていきましょう。稲妻イレブン。夏美、どうしたんだ。お前が私を呼ぶなんて珍しいこともあるもんだ。なんだ急に改まって。学園のことはお前に任せているんだ。わざわざ私に聞くことはない。ほう、こんな可愛いマネージャーができるとは。その幸せなクラブは一体どこなんだ。何、サッカー部。サッカー部は潰す予定だと伝えておいたはずだぞ。おや、夏美、一体何を考えているんだ。これは、夏美、これは一体どこで。試練の穴、銅像の下の階段の場所です。次はいよいよ地区大会の2回戦だ。2回戦だ。気を引き締めなきゃなくちゃな。いいよな、学園のアイドルがマネージャーだなんて。でも夏美さんってちょっと近寄りにくくないか。え、そんなことないだろ。確かにちょっと口は悪いけどさ。いや、あいつはまだ何を考えてるかわからない。気をつけた方がいいだろうな。この間の試合でサッカーの面白さに気づいただけだろ。みんな考えすぎだって。でもサッカー部も大変そうだな。聞いたか、うちの不良がどっかのサッカー部と喧嘩して手も足も出なかったらしいじゃないか。見かけだった。噂をすれば。てめえがサッカー部の遠藤か。あ、そうだけど、お前誰なんだ。ここじゃなんだ、ちいとつらかしな。サッカー部室で待ってるぜ。おいおい、あいつがその噂の不良グループのやつだぜ。遠藤、お前あいつらを怒らせるようなことしたのかよ。ねえ、そんな覚えないけどな。とりあえず部室に行ってあいつの話聞いてみるか。ま、人脈ルートロックもいろいろ出てきますけれども、そもそもそれをやろうとする気はさらさらありません。稲妻イレブン、聞いたことないでやんす。ごめんさ、黙ってるなんて水臭いでやんす。地区予選見事に突破してでやんす。応援してるのかしてないのかよくわからんような書き込みだな。娘がね、私パパのお嫁さんになるだって。おほほー。ま、父親は必ず1回か2回か言われます。でも思春期にパパ嫌いなんて言われるのがオチです。まあでも実はこれって仕方ないことなんですよね。ちゃんと娘が女性として成長してるっていうことです。俺たち野球部と勝負しろ、簡単に打ち取ってやる。特にその理由がパパの匂いが嫌いとかって言うんですけれども、これいろいろと母親がちゃんと父親にそんなこと言っちゃダメでしょっていうふうに言うのが通例なんですけれども、でも実はこれ娘の気の持ちようでどうにかなるものでは 100% ありません。なぜかといえば女性は成長するによって自分に一番遺伝子的に近い男の人の匂いを嫌う習性があります。嫌うというかそういう風になってます。まあそれは近い人と、まあ血縁的に近い人と結ばれた場合に子供を作ると、まあいろいろと危ないことになるっていう風なんで、遺伝子的にそういう風にならないようになるんです。
だから世の中の父親が娘にお父さんくさい近寄らないであんなのと一緒に入りたくないっていうふうに言うのは悩むことじゃありません。むしろ誇るべきことです。娘がちゃんと育っているっていうことに。で母親もそんなことで父親に言っちゃダメっていうふうに娘に注意するのはこれもちょっと間違ってます。校内新聞に校内新聞にサッカー部のことが残ってるよ。まあほとんどが夏美さんがサッカー部のマネージャーになった記事だけどね。直接あれサッカー部が注目されてないっていうなんとなくかわいそうな記事だよな。大体こういうふうに言ってる人はスカウトされません。俺たちマンケンと勝負だ。お絵描きマンケン部、落書きからお絵描きになりました。ドモンも結構さすがにこの距離じゃ取れねえだろ、うん、今のメンバーが一番レベルの低いメンバーでした。だが遠藤は頼む、俺のダチを助けてくれ。え、どういうことだ。つい先別の学校のやつと揉めたんだけど、それよりダチの様子がおかしくってな、誰かに構わずサッカーバトルを仕掛けるようになっちまったんだ。詳しいことはわからねえが、ただその揉めた相手ってのが見かけ専門って学校のサッカー部員だったんだ。なんだって、それ本当なのか。何何、少年サッカー新聞か。見かけ線の強し天野中との練習試合を9対0で解消、大会に向け調整万全。なんだこれ、見かけってそんな強いチームなのか。なるほど、見かけ線のか。あいつら前回の地区大会で準優勝してるはずだが、でもその時は帝国に負けてる。ここまでの力はなかったはずだ。俺は何か裏がありそうだな。おかしくなっちまった立ち物は体育館裏のスラムにいる。サッカーバトルであいつに勝てば元に戻せるかもしれねえ。頼むエンド、あいつらに勝ってくれ。よし、そうだな、行ってみるか。一緒に来てくれ、ゴーエンジン。サッカー勝負ならエースがいないとな。キャプテン、俺も行くんすよ。スラム抜ければ駄菓子屋になれるっす。みんなが不良を追い払ってくれれば俺も駄菓子屋に行けるっすから。相変わらずだなお前は。それじゃさっさと終わらせて練習を始めるぞ。練習っすか。体育館の場所は分かるよな。グラウンドの東のエリアだ。頼んだぜ、あいつらを元に戻してやってくれ。なあ、分かった、任せてくれ。俺は先に行ってる、頼んだぜ遠藤。それじゃ体育館裏のスラムに行ってみよう。しかしスラムが普通の学校の普通の学校にあるっていうのも変な感じだよな。夏美さんがマネージャーに。
どういうつもりですかね。150、結構増えました。祭りじゃないか。俺たちちょうど今から体育館のスラムに。あ、いや、今から不良の友達ってやつも助けに。私たちのやり方だって？どういうこと？なんだって、そんなことできるのか？まあそんなことしないっすけどね。それじゃあオカルトやあいつの、オカルトのあいつやノセのあいつなんかがこのチームに来るかもしれないってことっすか？恐ろしいっす。これじゃ落ち着いて駄菓子を楽しめないっすよ。何言ってるんだ。他のやつ、他のチームのやつら仲間になってくれるなんて最高じゃないか。ありがとうな、夏美。よし、それじゃあ準備して大気観覧のスラムを目指すぞ。ゲームもできないでやす。まともにサッカーしてなかった時はやりまくっとったくせに余裕は。まあそれほどサッカー部としての自覚が増えてきたっていうことかな。俺たち番犬と勝負だ。ちなみに稲妻イレブンのこの技のレベル、正直言ってなかなか上がりません。逆に稲妻イレブンの5の方からやった人にとったらこの技レベルの上がりにくさに愕然とすると思います。囲碁将棋部と勝負だ。覚えたて囲碁部。5だったらこれぐらいの使い方やったらもうレベルは上がってるはずなんですけど、こっちではそうはいかないんです。相撲部でごわす、勝負するでごわす。ぽっちゃり、ガリガリからぽっちゃりに進化しました。あ、今度は取るだけか。あ、違う、点取られるのか。じゃあこっちの熟練打撃に使わせてもらえますか。このエフェクトでボールが手のエフェクトより後ろに行くような状態になったら、それはゴールされたということです。キラースライド。ちょっとやってみました。経験値がすげえ。スタミナフレーバー、
スタミナフレーバーその2。おい、この先生どうにかしてくれよ。俺たちサイクリング部も舐めるなよ。さあ勝負だ。うちのリーダー柔道技が使えるんだぞ。強いんだぞ。こっちのもう抜けただけは駄菓子上がるんだぜ。駄菓子はみんな俺たちのもんだ。せこいな。頼む、早く俺のたちを助けてやってくれ。今日は駄菓子屋に何を買おうかなって。何見てんだよ。すごいだろこの信号。俺が小指一本で負けたんだぜ。お前がさ、お前のかよ。さっきのやつの友達なのか。確かにちょっとばかり様子がおかしいようだな。うぅぅぅ、どうやらやる気みたいだぜ。よし、相手になってる。俺だってサッカーじゃ負けないぞ。ニュースクエスト。スラムの番人、さすがに逃げるという選択じゃなかった。取られた。荒っぽく急げ。神山、稲妻落としだ。ちょっとどんなの急に言われても行くぜ。ナイス稲妻落とし。そりゃ こういうのが被ってるってさっきまでわかんねえのかみんな。やっと止まってくれたか。俺は一体何を。そういえば見かけとかいう学校の奴らに無理やりこれをつけられてから記憶がなくなって。なんだこれ。あ
頭にこれをつけられてからすごいパワーが出るようになったんだ。記憶がないのにようもまあパワーが出たって覚えてるな。それだけじゃねえ、頭の中に声が聞こえてきてそれに心を支配されちまってた。見かけのせいのもこれをつけてだぜ。多分奴らの異常なパワーもこれのせいなんだろう。奴らと試合をするというならこれが何か調べてみた方がいいかもな。とりあえず理解するの先生にも聞いてみたらどうだ。俺はそんなのごめんだけどな。そうだな、確かにこの装置を調べれば見かけの強さの秘密がわかるかもしれない。奇妙な装置を手に入れた。頼んだぜ、舐められっぱなしは終わりで、奴らの力の秘密を暴いている人を吹かせてやってくれ。誰だ？夏美、お前どうしてここに？ああ、でもそれがどうかしたのか？なんだと？お前一体何が言いたい？稲妻落としより強力な技？そんなのあるのか？なんだあいつ、一体何しに来たんだ？わからないが、やはり何か企んでいる気がするな。油断はできないが、今はこの装置の正体を調べた方がいいんじゃないか。そっか、理科室の先生にこの装置が何なのか見てもらうんだったな。理科室は確かに飛行車の1階だったはずだ。まずは理科室に行ってみるか。スポーツウォーター、俺たち囲碁将棋部と勝負だ。やっと西校舎、うん、俺たちマーケット勝負だ。スポーツウォーター、大事な研究所なんだよ。なんじゃ、放課後に訪ねてくれないって珍しくやる気のある生徒だな。先生、調べてほしいものがあるんです。これを見てください。エンドは奇妙な装置を渡した。これは一体？先生、これが何か分かりませんか？これを頭につけた生徒が突然暴れ出したりして、なんだかおかしな装置なんです。なんじゃって、これはじゃな。おい、この先生困ってるみたいだぜ。他を当たった方がいいんじゃないか？
何を言っとる。これわしにわからんことなのない。すぐに調べてやるから、君たちは外で待っていなさい。本当ですか、ありがとうございます先生。それじゃあ教室の外で待ってますね。とは言ったもの、こりゃまいった。あしゃ機械専門ではない。仕方ない、気が進まんが、あいつに電話してみるか。おいしいじゃが、ちょっとお前に聞きたいことがあってな。生徒に頼まれて奇妙な装置とやらを修理をすることになったんじゃ。それで聞きたいことがあってな。ほう、なるほど。いや、そんなものは見当たらんぞ。ないと言っておるべ。やっぱ貴様の言うことは当てんだな。わしが一人で何とかするわ。あいつはいつまで経っても口の聞き方を知らん。やっぱりわしが自分の手で調べるわ。これかの、おや、あれ。しまった。なんだ今のは。大丈夫ですか先生。すまない、どうやらこれはわしの手におろしのものではない。わしは実は生物の生徒なので。そうなんですか。それなら外に行ってくれればよかったのに。すまない。でもどうする、これで装置のことはまた振り出しに戻っちまったぜ。どうしてもこれが知りたければ商店街へ行くのじゃ。あそこにはわしの息子がおる。あいついい年してロボットの模型などを売ってる機械が大好きなやつじゃからな。ロボットの模型、そんなで本当に機械のことがわかるのか。大丈夫じゃ。やつはロボット好きが行きすぎて大学でも機械の勉強しておった。わしの生徒だと言えば相談ぐらいには乗ってくれるはずじゃ。なるほど、ありがとうございます先生。よし、それじゃ商店街に模型を探してみよう。僕ら集める実験台になってくれない？今世界を揺るがす大発明の第一歩を踏み出すところである。話しかけないない。そのレベルを中学生ができるってところがすげえな。ここは開成中学ですか？俺たち野球部と勝負しろ。簡単に打ち取ってやる。素人野球部になってる。空振りから素人に進化しました。ちょっとでも十分回復してくれるからな。スピニングショットだと4回分回復してくれた2個で。
もうすぐここにコンビニオープンさせるんだ。開店したら遊びに来てね。俺たち応援団と勝負だ。寄せ集め応援団。あの角度ないところからよう決めたな。プラも欲しい。君が、君たち親父の教え子さんなのか。あ、サッカーやってるって。親父サッカーに関係あったかな。ねえ、俺たちは理科室の先生にこれを見てもらったんですけど、よくわからなくて。なんだこれ。なあ、これがさっき親父が電話で言ってた奇妙な装置ってやつか。まったく親父のやつ無理なら最初からそう言えばいいのにな。またく断念経過しちまって。それじゃあちょっと見てみようか。そもそもこれどうやって使うものなんだ。なあ、それ頭につけるものなんです。頭に、こんな感じかい。あ、そうそう、そうやって。おい、エド、その人が、この人がそれつけちまったら、ねえ、しまった。これは、うほえほう、いいほう、いい、ごう、いやほう、だ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 、大丈夫ですか。なんだこれ、つけた途端に頭の中に奇妙な声が聞こえてきて、体が勝手に、こう、スラムのやつも一定とか心を支配するってやつか。しかもやっぱりすごいパワーが出てるみたいだな。見かけのやつはおそらく全員がこれに近い状態で試合に臨んでくるはず。これはかなり高度な装置だ。君たちこんな技術を持ったやつらと試合するなんて、こいつはかなり大変だぞ。確かにあの不良も稲妻投手を打ち込んでやっと止まってくれたんだ。稲妻投手？なんだそれは。稲妻投手って俺のじいちゃんが考えた必殺シュートさ。稲妻に打たれるみたいな衝撃を走る技なんだぜ。そうか、高度なものだけに強い衝撃には弱いのかもしれないな。でもサッカーの試合ってことは選手は11人だよな。その稲妻落としってやつで全ての選手にこんな衝撃を当たることができるものなのか。そういえば遊びも似たようなこと言ってたな。うーん、でも今の俺たちには稲妻投手より強力な技はないし。見かけと戦うなら俺たちもそれは乱さない。俺たちでそれは乱さないと、それは乱しておかないとまずいってことかもな。なるほど、よし、それじゃ早速学校に戻って特訓だな。店長さん、ありがとうございました。あ、力になれたのならよかったよ。これからも雷神模型をよろしくな。すいません。確か夏美の家の遠藤様ですね。あ、はい、遠藤は俺ですけど。夏美様からの伝言をお伝えいたします。とのことです。な、グラウンド脇の銅像、なんでいきなりあんなところに。確かにお伝えいたしましたよ。それでは私はこれで。銅像は確かサッカーグラウンドの向かってすぐ右にあったはずだ。まあいいや、練習始める前に寄ってみるか。で、特訓場がこれで解放します。これからはしばらく特訓場の方で特訓した方が結構効率がいいです。なんだよ、そっちこそ。いきなりこんなところに呼び出して、俺たち早く練習したいんだぞ。
なんだこれ。伝説のチーム、それともしかしてあの稲妻イレブンってやつか。稲光修練場、すげえや、これが稲妻イレブンの特訓場。彼が遠藤君か、見せてもらうよ夏美、彼らがどれほどのものなのか。ここが稲光修練場、一体この先にはどんな特訓が待ってるんだ。おい遠藤、このまますぐにここで特訓を始めるつもりか。あのお嬢様の話だとまともな特訓が用意されているとは考えにくい、少し気をつけた方がいいんじゃないか。なあ、それは分かってる、でも俺たちがこれから戦うのはまともにぶつかっても勝ち目なんかないやつらばかりさ。そこ知れないパワーを持った見かけや帝国学院だってそうだろ。だからたとえ何が待っていようと俺はこの試練の穴を攻略してみせる。この試練を乗り越えれば俺たちにも奴らと戦うための新しい道が見えるはずだ。確かにお前の言う通りだ、ここでビビってる暇はないな。それじゃ行ってみるとするか。心の取り上げ見かけ恐ろしい相手にやす。なあ、激しいわ、突き止めたりでお尻が痛いでやすよ。じゃあここで一旦セーブして稲光を行っていきましょう。ようこそ稲光修練場へ。ここではコースをクリアすることで特定の能力をアップさせることができるのです。ちなみに熱血特訓と違いチーム全員の能力を一度にアップできますよ。ただしそう簡単にクリアすることはできないでしょうが、2つの特性をうまく使い分けてさらなるパワーアップを目指してください。ようこそ稲光修練場へ。君たちが挑むことでできるフロアはこれだけだ。でちなみにここおすすめはこれです。不思議コース、 GP と TP がアップします。アタック、ディフェンス、スピード、テクニック、体力はもうレベルが上がれば自然と上がっていきますんで、それをやるよりもまず必殺技を使える回数を増やす、こちらを選んだ方がいいです。不思議の間でいいかい。それでは奥に進みたまえ。健闘を祈ってるよ遠藤君。ここの試練を乗り越えないと先へは行かせないぞ。手加減なしで行くぞ。基本的にここはこういったバトルを挑まれて勝負するようなバトルを何回も繰り返して、あとにはふつうの試合を行って、それで勝ったら選んだステータスがアップするようになってます。
まあ基本的に経験値はこの。お前たちの力、お前たちの力は分かった。先に進むがいい。で、バトルが必要な場所もあれば、こうやって宝箱があって、その宝箱をゲットしたら OK っていう場所もあります。この試練を乗り越えないと先へは行かせないぞ。手加減なしで行くぞ。だいたいここでのバトルは相対して経験値はもらえません。基本的にここはレベルアップよりもステータス上げが主の場所ですんで、そんなに経験値は多くないです。お前たちの力は分かった。先に進むがいい。で、一つ、ここの最終戦は必ず行き止まりで正面から入るようになっています。すなわちアイテムを集めたいのであれば、最初は左右に行くこと、まっすぐ正面の方行ったらすぐに終わってしまう可能性もあります。で、今壁山に打たせているのは技の熟練度上げるのもそうですけれど、普通の試合では壁山がシュートを打つことは 100% はないので、ディフェンダーなんでシュートを打てるシュートレンジまで行くことができません。ミネラルウォーターを手に入れた。どこかで扉が開いたようだ。で、こういう風に最終戦は広くなっております。これが最後の試練。さあ、勝てるかな。ここでは普通の試合になります。よくぞここまでたどり着いた。さあ勝負だ。微妙にファイターの顔は今まで戦ったメンバーの顔に似てますね。何気にこいつらも結構強いです。ちなみにこの試合で負けたら、もちろん何ももらえません。雑魚敵と戦った時の経験値ぐらいしかもらえません。よっしゃ、どうだ。しまった。ドッペルゲンガーと呪いだと呪いが上でした。
風だし。ゴーのそよ風ステップのようなものですね。いざドラゴントルネード。見たか、次はないぞ。ちゃんとアリ審判もいるってんだから。ゴッドハンドの練習材料にも使えるし、こんなはずでは。今度はこっちの番だ。なあ、その無駄にゴッドハンドを打っちまいたい。よし、この調子で最後まで行こう。まだまだだ。俺たちは甘く見るな。これ以上点はやれないよ。クイックドロー。ダメだ。いざファイアトルネード。キラーブレード、ゴー。努力の成果だ。楽しくなってきたな。まだまだ。
ちゃんとこれエフェクトが正面からの分は正面に、上から打ち下ろす分は斜め上を見てましたね。今気づいた。まあこんなもんだろう。まだまだ。マジック。おいおい、うん、勝手に出してくれた。ゴリ夢中。グレネードショット。ちょっとでももうバーニングできません。はい、ピッピッピーっとよっしゃ、俺たちライムの勝利だ。よくぞ我々を破った。お前たちの勝ちだ。経験値はそんなにもらえませんが、よくやったな。これでお前たちは強くなった。お帰りなさい。こちらが今回の結果になります。こういう風に不思議コースをクリアすると全員のステータスが上がります。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。それでは